マウルブロン修道院はドイツのバーデンビュールテンベルク州に残る中世の修道院である。ヨーロッパに残る中世の首都会修道院の中でも付属する建造物群も含めた総体が最もよく保存されている。マウルブロンの町外れにあるが町とは城壁で隔絶されている。修道院の設立は1147年のことであり設立に際しては 初の首都会派ローマ教皇であったエウゲニウス三世の講演を受けた。ロマネスク様式からゴシック様式への移行的な様式で建てられた付属教会は1178年にシュパヤー司教のアルノルトの手で剣道が行われた。診療所、食堂、貯蔵室、総会室、玄関、南の回廊、ホール、火事場、宿泊所、桶工場、製粉所、 礼拝堂といった様々な建物は13世紀中に建てられていった。北、西、東の回廊は最も要塞化が行われていた14世紀のものである。宗教改革の開始後、ビュルテンベルク校は1504年に修道院を占拠して修了小屋を建て、そこに留まった。半世紀の後、修道院は今日、 マウルブロンとブラウボイレンの福音主義人学校として知られるプロテスタントの神学校に明け渡され、それ以降はその神学校が占拠していた。プロテスタントの牧師たちは自分たちのニーズに合わせて食堂を再建するなどした。この修道院はノーベル文学賞受賞作家ヘルマン・ヘッセの自伝的な小説、車輪の蚊の舞台としても知られている。車輪の蚊では 主人公ハンスがマウルブロン修道院に併設されていた神学校に通うが、ヘッセ自身、マウルブロンの神学校に通っていた時期があった。マウルブロン修道院は、ヘッセの他の作品にも垣間見える。ナルジスト、ゴルトムントには、マリアブロン修道院という変名で出てくるし、ガラス玉演技に出てくる宗教団体もマウルブロンを暗示したものとも指摘されている。 この修道院は1993年にユネスコの世界遺産に登録された。そこではすでに見たように市東海修道院を構成する建築物群が総体として良好な保存状態を保っていることのほか貯水池や水路をはじめとする水利設備の類まで良好に保存されていることが評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。